そこで生まれました。何日もそこ通るたびに一歩間違えばこうなるんだろうな。はい、弁護士の金崎です。本日はですね、佐久間明彦先生に、来てもらってですね、以前撮ったですね、動画で、佐久間先生のご自宅に訪問するという動画を撮ったんですけれども、関連動画であるんですが、まあ、弁護士さんだからさぞかしね、いいところに住んでるのかと思ったらですね、家賃いくらだったっけ？5万5000円。練馬区で家賃5万5000円の、まるで大学生の下宿先みたいなアパートに、奥さんと子供と住んでるというね、動画を撮ったわけですよ。それを見てですね、まあ、びっくりした視聴者がですね、この人一体なんで弁護士になったのと。こんなにお金いらなかったら弁護士になる人ないじゃんと、まあ、こういうような、まあ、疑問は当然湧くと思うんですよね。まあ、それで、そういうコメントがあったものですから、まあ、私も同じ疑問ですよ。別に弁護士にならなくても よかったんじゃないかと思いますから、まあ、その辺をね、ちょっと佐久間先生にですね、コメントもあったということを踏まえてですね、ちょっとお尋ねしたいと思います。はい、もうどこで来ます。はい、ね、それお金いらないでしょ。いや、欲しいです。あ、欲しいですか。はい、でも5万円だったらフリーター班とかそういうぐらいの、うん、20万25万じゃないですか。あ、そうですね、それもありですよね、うん、あ、ありなんだやっぱり。いや、でもそれは金崎先生やっぱお金がつくから、僕の名前ね、関係ないですよ。弁護士っていうのはやっぱりお金だけではないですから。お金、それは僕もね、思います。僕も思いますよ、それは。はい、お金だけじゃない。はい、お金はまあ、後からついてくるっていうふうな形で。みんな言うんだよね。みんなそういうの。あ、そうか。はい。ね、まあ、稼いだってみんなそういうんですよ、うん。はい。稼げるからなるっていう、本当に純粋にね、そこを考えてる人っていうのは、まあ、そんなにはいないかもしれない。そういうことないかな。じゃあ、佐久間先生は、まるで弁護士に。まあ、私はですね、まあ、実際法学部出身ではなくて、はいはいはい、工学部なんですよ。で、工学部に行った理由も、うん、まあ、兄貴が工学部だったとか、就職に有利だみたいなね、なんともなく、もう、しょうがないから理系、まあ、うん、そういうふうに進んでですね、うん、みんな大学院出てですね、まあ、そこから、そこから、この今度、2年間に勤めるわけですよ。ああ、なるほどね。普通に、普通に就職したってことね。うん、だから私もそのカメラメーカーのですね、うん、この就職したんですけども、うん、そこの中でですね、まあ、やることっていうのはやっぱりこの非常にこの大きな装置を扱うものですから、そこについての一部のことを担当すると。あ、うん、でそこがですね、まあ、実際自分でこう作り上げたものを成果を見てお客さんの対応を見るっていうわけじゃなくてですね、こう非常にこう一部分だけをこう担当する、まあ、なんか組織の歯車的な仕事っていう、そうですね、はい、ことを感じたっていうことですか。だから実際その打ち合わせとか議論あるんですけども、そこでこう非常にこう発言力が強い人がいたんですよ。なんかこう、うん、論破するのが強いっていう、うん、そういうのにちょっと憧れて、私はその議論に負けない鉄壁会話術とかですね、説得力開発研修とか、こういうの受けたいんですっていう話をですね、課長にこう言ったりすると、うん、お前ね、一体何がしたいのとで、ここに入ってきてそんな装置も知らずに 何が説得力開発だとか議論に負けない、おかしいだろいう話を言われて、うん、楽しいね。うん、ああ、いやいや、どうしてそうやってね、そうかと思いますね。そうなんですね。で、それで、まあ、やっぱりそういうところにこう関心があったりしたもんだから、うん、まあ、そこに目指した理由もね、そんな就職に有利だみたいな話で言ってるもんだから、なかなかですね、意識が向かないわけですよね。うん、私、そこで生まれました。あ、リストラがあるんだ。じゃあ、佐久間先生の意思で、脱サラしようというよりは、うんうん、脱サラせざるを得ない状況に。そう、ね。あ、なるほどね。うん、あ、リストラですよ。まあ、実際まあ、東北大学のですね、マスターって言ったら、まあ、かなりこう、有利な立場にあるんですけども、はい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 、それをリストラするっていうのは、やっぱりよっぽどまずかったのかなっていう感じです。ちょっとバブルだったんで、かなり取りすぎたっていう部分もあるんですけど、うんうん、まあ、切っていく中の最初のリストラ要因に入ってしまったっていう。でも私はその時、いろいろこう自信があったもんですから、うん、まあ、他の、まあ、会社にですね、はい、入って十分働けるだろうと、能力を発揮できるはずだ、ここは評価してくれないけどっていうふうに思ってですね、いろいろこう転職人材登録していて、はいはいはい、でやっぱりこう経歴はいいもんですから、あ、ぜひ来てくださいってなるわけですよ、ね、はいはいはい、でそちらに行って、まあ、最初はいいわけですよ。あ、転職はしたんだよね。転職はしたんですね。ああ、なるほどね。でもその転職した先ですごい期待されて、
まあ、あの仕事を始めるんですけども、それがなかなかですね、まあ、成果が出ない、1年間に3回ぐらいその職場をこう変えさせられた。あの使用期間3ヶ月だから、そこでちょっと難しいねっていうことで別なところの部署に行って、でここでも合わないなっていうことでですね、まあまあ、であの最終的にはその2社目もですね、私はあの辞めたいっていうよりも人事の人から、まあ、ここでねまたもう4つ目移ってもいいけども、佐久間さんあんまりここにいても幸せな生活はないかもしれないよというふうに言われて、それから3社目にこう移っていくわけです。なるほど。で3社目もですね、まあやっぱりこう ある程度最初は期待されるんですけども、そのうちやってる仕事はまあもう君にはこれしか任せられないということですね。コピーとかファックスばっかり。え？で給料とか東北大学の修士にコピー取り。そうですね。いやだからあの頃っていうのはですね、まあ自分の自信はもうどんどん揺らいでって、はいはい、もしかすると私って社会の方がいいんじゃないかみたいな、そういう意識が。あ、誰だ、こう弁護士になってやるぞっていうのも、弁護士しか残ってないってことだ。いや、そこから弁護士に向くっていうところあると思うんですけども、それはですね、まあちょっと自分も悩みながら、その3社目の頃はですね、自分のこの適性を探すわけですね。で、実際にまあちょっと政治家みたいなのを目指したりして、松下政経塾に入ったりもしたんですよ。松下政経塾出身なの？いやいや、実際に1年2年やったわけじゃなくて、まあ一泊何日かで、まあ、体験してもらおうと。体験ってあるの？はい、あるんです。そうですね。それがまあまあこれ結構大変そうだったりして、議員会館に行ってですね、まあ福島県出身の議員に会ったりして、政治家になるにはどうしたらいいですかみたいなことをね。政治家も考えたんだ。考えたんですよ。ちょっと上昇志向があったもんですから。あ、上昇志向がね。なんでやっぱその政治家でこう非常にこう日本の社会を動かしていく、まあそういうね魅力を感じてですね、まあそういうところを目指してみようかなみたいな、そうやってなかなかリストラされてる立場でどうなのっていうのがありますけども、そういうところを目指したところあったんですが、これは厳しそうだなということで、まあその時にまあ書店をこう回ってた時に、そんな紆余曲折を経て弁護士ですか。そうですね。まあ書店にこう並んでたのはですね、その時伊藤誠の司法試験塾っていう、まあ今の伊藤塾の塾長の伊藤先生がですね、書いた本があって、まあそれは働きながらでも3時間勉強すれば合格できるよみたいなことが具体文句としてあってですね、実際にそれはなかなかそういうふうにはいかないんですけども、この放送資格を取ることによって非常にこうまあ、政治家もそうなんですけども将来の道が本当に開けていくよというようなことが書いてあってですね、まあそこはまあうまいこと、まあ、当たったじゃないですか。まあそうなんですよ。だってどこの会社に行ってもダメで、弁護士しかやれることがないっていう状況に追い込まれて今こうなってる。まあそうです ね当たってましたね。放送資格っていうのは司法試験を通った瞬間にもう将来が約束されてるというようなんですね。まあ以前のこの旧試験っていうのはまあ 3% の合格者少なかったのね、決まっちゃってね、もうそこを通ればもう将来が約束されてる、そんなところがあってですね、やっぱこの人生かけて進むんだったらまあそういうところがいいなっていうところ。そっか、そうすると会社をリストラにやって、転職繰り返して、ね、どこの会社行っても、まあ、君は合わないよ、向いてないよって言われて、まあ、行くとはなくなったという状況の中で、まあ、ある意味こう自分の上昇志向にも応えてくれると、ね、それでいて自分でもできそうな仕事っていう、最後に残ったのが弁護士っていう。そうですね、まあ、今振り返ってみると、そういうその議論とか説得が強かった、そこに興味を持ったということは、今の仕事でそれ一番使うので、まあ、興味関心という点では合ってたのかもしれないですけど、とにかくそこを突破するのが難しかったんで、まあ、私ももう7年かかってますから。九州試験の合格に7年かかってるっていう。はい、でもう1日この10時間、12時間、13時間こう勉強するわけです。あ、はいはいはい、でそこまで勉強するとほとんどもうご飯食べて寝る、それ以外の時間はないから、実際にね、その週に1回ぐらいかな、行く八百屋さんと会話をすること以外に誰かと会話することはない。八百屋さんとかしか会話しないっていうのは本当はどこっていうか、ジョギングなんかしててもですね、まあ、健康作りのためにこう脇の方にこうホームレスがこう住み着いて、こういろいろ寒い日はこう焚き火したりしてるわけですよ、でこう何日もそこ通るたびに一歩間違えばこうなるんだろうなと思いながらですね、そのやっぱり危機感はありましたね。そういう危機感が
ここを突破しない7年間の勉強を支えるこの恐怖だね。で合格した時にいろいろ缶詰とか残ったやつをその方にはこう置いて、はい、でこういうことを目指せば目的実現するよみたいな本もあったんですけど、はいはい、潜在意識とかですね、はい、そういうのを置いて、はい、来たんですけどね。なるほど、よくわかりました。実際そのこうやってこう綺麗な格好してるようですけど、持ってるものっていうのはですね、私もそのこの財布とか、うん、このエドウィンのところはこう取れそうじゃないですか。あ、そんな別にね、貧乏アピールしてほしいんですよ、貧乏アピールしいやいやいや、今日はあくまで先生が、はい、お金目当てでそのね、高収入を得たいために弁護士になったわけではないというね、いうことが、まあ、視聴者の皆さんに、はい、スタイルがいいかなと。でも、物をその非常にボロッと着てたじゃないですか。はいはい、ああいうものは弁護士とは離れてですね、私はその物っていうのはそのどうも捨てられないんですよね。あ、だからそういうのよくなんか車をね、廃車するときに涙が貯蓄入れるとかあるじゃないですか、はい、それは車に対しての思い出があって、これを手放すときにいろんなこう思いが巡ると、それと似たようなことでですね、そのズボンとか、はい、そういう電気器具とかそういうことに関しても私は非常にこうどちらかというともう使えるのに捨てるっていうのは忍びないっていう、そういう思いがまあ昔からあるんですよね。まあそこはね、うん、ちょっと話持ってますよ、だってね、そのこととボラパートにすること、ボラパート、まあボラパートは大家さんに失礼だけどもね、それあれは人の持ち物だから、はい、ね、別にそんなどっちに引っ越せばいいわけでしょ。高級マンションを買ってそれに相手が持ってばいいんだから、うん、別にそんな家賃5万円のねそこに住んでるんですよ、うん、もう奥さんに子供がひーって言いながらですよ、そういう状態の中でね、住まなくていいわけ。あ、でもそれは実際にあそこに引っ越そうと思ったんだけど、奥さんがそれでいいんじゃないのって言うんですよね。で、僕ね、奥さんと話しましたけど、そんなことないっていうふうに奥さんは言ってますんで、奥さんね、今日の話と全然それてますけども、奥さんは決してそういうことありませんから、まあご主人のご意見を尊重してですね、まあ、我慢に我慢してここにいるというのが正しい。いや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 、まあ、いずれにしても、はい、佐久間先生が、まあ、お金を目的に弁護士になったわけではないというのは、まあ、よく分かりました。はい、皆さんぜひですね、参考にしていただければというふうに思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。